はい、再開していきます。説明書等々を読んできましたので、新しいアクションを覚えたかも。攻撃中とかに変形攻撃ができるよっていうこと。ステップ中にもできるって言ってたな。あとテキストも読んでいきましょう。はい。変形前は人ならぬ獣の皮肉を裂くノコギリとして、変形後は遠心力を利用した長柄の鉈としてそれぞれ機能する。刃を並べ血を削るノコギリは特に獣狩りを象徴する武器であり、ひどい重火者にこそ有効であるとされてきた。いた。うろうろしてた人たちっていうのは、あの人たちももう獣になりかけているってことなのかな。それがひどくなると狼男になるとかいうことなのかな。わかんないけど、そんな感じかもしれない。獣狩りの銃は特別製で、水銀に自らの血を混ぜ、これを単眼とすることで、獣への威力を確保している。また、短銃は散弾銃に比べ素早い射撃が可能なため、迎撃などに適する。パリ用だっつってたな。散弾銃は近くても当たるみたいなこと。あと、犬に強いとかいう話はして、誰かがしてた。これいらんやろ。酒はヤーナムに似合わない。むしろ血に酔うのだ。いいっすね。かっけえなテキストが。なんかくれ。医療協会の最初の狩人、ルドウィークは、かつてヤーナム民の中に、狩人を募った。これはそのための狩人装束であり、単純に防御力に優れる。最も常人が獣に挑むとすれば気休め程度のものであろうが。じゃあ買ってみます。せっかくなんで買っていこうか。お、基本的に全部上がるぞ。黒いフードに比べて。全部上がるじゃん。いいこと尽くし。大体なんか、ダークソウルっていいこともあれば悪いこともあるみたいな感じだったから。わーい。スナフ感が増したかもしれん。かっけー。あとなんかコメント反映できることあったっけ？あ、あとあれだ。明かりがついてるところには、話しかけられるって書いてあったから。はい、来た。結構ロード時間かかるな。カットしていこうか。ここは話せるってこと？あれ、ここじゃないのか。ここ？あ、ここ。ああ、獣狩りの方ですね。それにどうやら外からの方のようだ。私はギルバート。あなたと同じよそ者です。いろいろとご苦労でしょう。この町の住民は皆陰気ですから。私は床に伏せり、もう立つこともままなりませんが、それでもお役に立てることがあれば言ってください。大丈夫かい？咳込んでいる。この町は呪われています。あなた、事情もおありでしょうが、できるだけ早く離れた方がいい。この町で何を得ようとも、私にはそれが人にいいものとは思えません。大丈夫か？ 心配だ。青ざめた血ですか？うん、すみませんが、聞いたことはありません。けれど、それが特別な血であれば、尋ねるべきは医療協会でしょう。医療協会は血の医療とその特別な血の知識を独占していますからね。ここヤーナムの市街から谷を挟んだ東側に、聖堂街と呼ばれる医療協会の町があります。そして、聖堂街の最深部には古い大聖堂があり、そこに医療協会の血の源があるという噂です。大丈夫か？ヤーナムの町はよそ者に何も明かしません。常であればあなたが近づくことも叶わないでしょうが、獣狩りの夜です。むしろ好機なのかもしれませんよ。なんか他の人に比べて狂気が少ないというか、優しい声をしているね、やっぱ。谷を挟んだ東側。これはなんか話しかけておくと、なんか後々いいことはみたいなこと誰かが書いてくれてたから。いや、コメントありがとうございます。助かります。また咳込んでますけどね。で、この室内まだ2階とか探索してなかったなーっていうのと、デブいるよねーっていうのと、バレてない。いや、無理っすね。 歩いてるやつは歩きで追いつけないんじゃねえのか。ねえ、無理だよね。難しいな。バカ！ R2 だ、L2 だよ。
いた。一応リゲインをちょっと、リゲインについても読んではいたけどできてなかったってことで。うまーい。オッケー、倒したー。結構いけるぞこれ。お、やばい。マジか、そんなのもありと。だからまたもう、あ、 L2 ができねえ。それ回復させて。うんうん、その攻撃は何回もやられてるから読めるけど、他になんかちょっと厄介そうな攻撃パターンがあったけどね。でも比較的最初のデブよりは読みやすいし攻撃力も低いのかな。さて、こういうところね、後ろにね敵がいたりするからね、見てから。ここは何ですか、医療協会とか言ってたのは。なんかここ調べるより先にさっきの2回調べた方がいいと思うな。でもレバー引いておくだけ引くってのはいいんじゃないかな。エレベーターかもしんないし。あ、なるほどね。まあでもレバー見たら先に動かしてみるっていうのはとても重要だと思います。じゃあまずそれはいいとして、この建物の中を探っていきましょうか。ほんで、ただ単純に俺が怖いとかそういう問題ではなく、暗すぎるとエンコード的に画質がね、あんま良くなくないんだよね。その、すごい暗い絵ってね、画質がね、荒れがちなの。ということで、ちょっと明輝度上げます。なんか水銀弾となんか変なの。手に入ったけど、水銀弾だけか。水銀弾の匂いがする。いつまでナタにしてんだよ。上上がろう。おとなしくゆっくり上がっていくといいかもしれない。敵いるっぽいな。これだけかな。先にやっちゃおう。インスタントフィッシュ、インスタントフィッシュ。うわあ、ミュラパッパミュラパッパパラ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 ポパッパパラポ。やっぱりなんかビースト言われてるな。ねえ、待ち伏せが怖いのよ。何してたのよここで。ガッシャンガッシャン。今回もね、樽に突っ込んで、猿や、こういうボロボロのものに突っ込んで壊していく主人公。どうも。はい。なんかさ、内臓攻撃ってかスタブする際のそのパリと形式的に呼ぶけど、パリのさ有効時間みたいなのがさ、前回やったダークソウルよりは短いねーっていう。結局さ、ここに入れてるとさ、使えないっていう問題があるので、うん、クイックアイテムに入れとこう。こっちの方が使いやすくないか？狩人の式は結構品に入れとこうか。あっつんじゃっちゃっちゃった！あ、そういうやつか。よかった。なんだ？ソウルみたいなもんか。クイックアイテムの方が普段戦闘に使いやすいものを使って、なんかあんま使わないものは、非常時に使わないものは、蛍光品に入れとけばいいみたいな感じかな。そっちじゃなかったんだけどな。痛い。痛いね。でも一気にドンできそう。あ、でもこいつ、引っかかってんぞ。これはいい。いて！ちょっと待ってくれ。早くしよう。リゲイン狙っていって死ぬの嫌だからな。あ、引っかかってるから一体ずつできるな、これ。おーい。一回振ってくれよ。それとももう、
て結構強いね、やっぱ最初に出てきたこいつは HP ちょっと減ってたからね。このリーチを利用してさ、ため攻撃で長いリーチを利用して倒していこう。地形を利用するものしてこそ真のハンター。自分の有利な地形に持っていく、それこそソウルシリーズの醍醐味ですね。すごいなぁ、なんか美術の、美術でも栄えた都市なんだなぁ。いやーな、まあ多分降りれるけどね、降りるとアイテムが手に入るね。取りに行っちゃうか。周り探索せずに下に落ちちゃったな。すぐ戻れると高をくくって降りました。全然違うところ出たけど、ああ戻ってきちゃった。なるほどなるほど。じゃあまた建物入っていくか。笑われた。またあ死んでるわめっちゃ動いてたけどね、死んでた。ちょっとこっちから調べるのは、うん、なんか建物の豪奢さ的にこっちからかな。どうだろう、こっちにもデブいるからなんとも言えんが、一応探索しつつ。あれ鳥、なんだあの鳥、ちょやばそうだなおい。あーレバーよ、それお約束なんですね。とりあえず石ころでこいつだけ呼び寄せるか。 L2 ね、L2 ね、それ取りたいな。 OK、 今のタイミングでいけるんだ。えいえい、あーまあ持ちやばい。あ切りまくれば、今死んだ後もなんかリゲインできてた。なるほど、倒した後でも切りつければいけるのか。そんな強くなさそうだから行ってみるか。いや強いかなこれ。いや2発で死ぬね。なんか飛べてないじゃん、翼をもがれたカラスたちみたいな感じだな。なんか退化しちゃってるのかだろうか。ちゃんと取れてる。ここから先は我らヤーナム十人衆がお相手しようみたいな遊びができそう。記念撮影していきたい、こんなとこ来たら。さすがに記念撮影しちゃう。やっぱりやっぱりね、聖職者の獣ボス戦か。早くもなんか来そうな地形だなと思ったけど、こういうのはさすがにあれは取れなそうかな、地名みたいな。すいませんロック外すのはやめてください。どう戦えばいいにやら。ちょっと待って、とりあえず後ろに入り、でかい相手だからやっぱ後ろに入り込んでと思ったけど鹿さんですね。ちょっと待って、もしかしてこれ後ろ行けなくなってる。マジか、あぶねえ、霧が。ソウルシリーズじゃないですか。ちょっと攻撃した方がいいのかな。ちょっと全然ダメじゃん、全然避けらんないじゃん。やばいやばいやばい、攻撃範囲広いぞ思ったより。危な、今じゃない、リゲインをしっかりしてね。リゲイン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 、
ゴリっちゃうよー、ゴリっちゃダメだよ。でも全然勝てる気配がないけど、でも15個もあるから使ってこうね。 OK、 当たってないよ、当たってないよ、敵の攻撃当たってないよ。ちょっとすいません、対策わかんないっす。それとも銃使ってみるか。反応したぞ、使ってみるか。うん、なんかそれっぽくないな。うん、ダメそうだけど。え、飛ばしてくるか。なんだ、何かを解放したか。ひえ、ロックしない方がいいかな、でかいから。今だ、食らったけどね、食らったけどね、死ぬけどね、これ。死んじゃう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 。ちょっと走れ、まず走れ、回復油断すんな。ちょっと、はい、ちょっとステップって無敵効果ある？ザクザク攻撃しちゃった方がいいか。分かりんずれえな、こいつ。ドンドンドン、怖い。これはさすがに隙あるでしょ。やっちゃっ、よしよ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫そう。いつ攻撃していいものやら。やばいか、うん、振り向き攻撃みたいなのもあるみたい。この後は大丈夫でしょう。あ、なんかひるんだ。よし、よけた。真後ろからならちょっと食らった。はい、だよね、3発目だよね。攻撃を見切ってブン、12、ダメか。なんかあんまりもう予備動作がない攻撃もしてくるね。ちょっと大丈夫それ、それ何、あ、回復してんのか、いや違うか、パワーアップしてんのかな。適当に銃で撃ってみるけど、うわー、マジか。ちょ、待って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 、やばい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 、ハマっちゃったよ。これで負けたくないな。1、2、3、1、だー、そうやって引き抜く攻撃さっきやってたね。ゲインとか狙って突っ込むのはさすがに無理。ちょ、それも引き抜く攻撃さっきやってたね。つかみ攻撃、それはしてあるでしょ。で、後ろ回って、もうちょっともうちょっと回復しとこう。あ、これ引き抜くやつね、油断してんな。避けて2発避けてリゲイン狙ってくけど死ぬ。もう一発来る、この後攻撃できる。よし、勝った。ふぅ、ダメだ。すいません、なんか、あんまり、いい、借り方じゃなかったかもしれないけど、剣の狩人賞。なんか、攻略方法がつかめぬまま倒してしまった感があって、満足感が、薄いです。もう一回戦いて。で、ここからは、戻れるようになったと。あー、なんかグダグダな戦いになっちゃったな。まあまあまあ、でも勝てたからいいだろう。まあでも武器強化したのが効いたかもしれない。立ってるー、なんだー、ユー人形と聞いておりましたが、こっち見てますけど背高背高いっすね。
どうも。Hello, good hunter. Hello, good hunter. I am a doll. 私は人形。この夢であなたのお世話をするものです。この声聞いたことあるね。Honorable hunter. 狩人様、血の意志を求めてください。はい、私がそれを、すいません、読めません。意志をあなたの力といたしましょう。獣を狩り、そして何よりもあなたの意志のために、どうか私をお使いください。話す。レベルアップか。ゲールマン様にお会いしましたか？あの方は古い狩人、そして狩人の助言者です。今はもう曖昧で、お姿が見えることもありませんが、それでもこの夢にいらっしゃるでしょう。それがあの方のお役目ですから。血の意志により能力を高めレベルアップします。わかりました。では意志をあなたの力としましょう。少し近づきます。目を閉じていてくださいね。少し近づきますと言ったから緊張してしまった。お人形さんなんですけど、まあ、体力を上げるか。あ、めっちゃ上げられるっていうか、めっちゃ上げられる。なるほど。全部あげたいけど、体力に、生まれは技術あんまり高くないんだけど、ちょっと技術、振っていくか。血の意志でレベルアップします。どうも。あげました。防御力も結構上がったし。はい。小さな彼らはこの夢の住人です。あなたのような狩人様を見つけ、死体従う。言葉は分かりませんが、可愛らしいものですね。俺も同じことを思っていたよ。さすがにもうあれだよね。あ、啓蒙が増えてる。右上の4ってやつ、あれ啓蒙っていうらしい。啓蒙があると多分だよね。ここで使えるみたいな。啓蒙取引、匂い立つ血の酒。まあ別にいらんかな。もっといいもん売ってないのかね。啓蒙って死ぬとなくなっちゃう、これもしかして。じゃあ使っといた方がいいのかな。あれ、いなくなっちゃった、ゲールマン。なんで。実はあの人形さんがゲールマンなんじゃない。わしが操っていたんじゃよみたいな。実はわしじゃよみたいな感じでバッて脱ぐと、通りで背が高いと思ったみたいな。大橋、大橋へ行こう。そっか、大橋ってなんか話題に上がってたな、そういえば。トゥメルの聖杯。はい、ということで戻ってまいりました。基本先に進んじゃっていいかな。でもまだ見てないところ多分あるんだよな。先進まずに戻ってみるか。ここは何もないか。ある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 。よし、これでまた武器の強化に。他は、ここはどこだ？見た覚えはあんまりないような。獣に気をつけろ、そして炎が有効だ。なるほど。そっかそっか、炎有効だって言ってたな。火炎瓶が強いのでは。ここ初めてだ。あ、2発じゃダメか。 OKOK、 インスタントフィニッシュ。先にこいつだな。嘘だろ。オッケー。この下のやつ何なんだろう。なんか緑色の。おー、もう狂ってんなこいつ。狂犬だよ。よし。ん？ここは？なんか一回ショートカットみたいなの減っちゃったからな。その分の多分ところ行ってないとこがあると思うんだよね。ここは仕掛けで閉じられている。あ、でかいやつか。やめて、やめて。今回アグレッシブだな。ほい、オッケー。こいつ慣れた。
慣れてきたぞ。流血液くれると、基本なんか見えたところに、あーこれ手伸ばして取れって言ってたやつやん。なるほど。敵はいないのか。こんな広いところにいないわけないと思うけど。ちょっとゆっくりめに歩きつつ。いないんだね。さっきでもなんかダゴダゴダゴってやってたよな、ここ。やばいな。この門を揺らしてた敵がいるはずなんだけど。まだ笑ってんの？あ、ここ来たね。ちょっと、こいつロックオンしてるとさ、うるせえな、お前。ロックオンしてるとなんか、視点がとんでもないところに行っちゃうから。あんまり、お、油壺？ん？まだいたか。こいつが飛んだらロック外した方がいいかも、すぐ。でも、あの笑ってる人のおかげでどこにいるのかなんとなく分かったような気がする。ここで隠し通路行ったとこだよね。やっぱり。松脇。火炎瓶。出てこなかったね。てっきり、罠かと思った。待って、これ、オープンできるもしかして。あれ、こっちからも閉まってんのかい。両方から勘抜きかかってんのかい。もうアイテムは大方回収できたっぽい気がするし。まあ取り逃しがあったらコメントで教えてもらえばいいやって感じなので、先進んでみますね。かかってこい。なんか随分と。大きい建物ですが。喜びの匂いがする。しかし男の病だ。拍手。邪魔なんだけどこれ。手記を読むじゃなくて。あれ入れないのこれ。俺どこを向かえばいいんだ。じゃあ死んだモンスターがさ、ぐにゃっぐにゃって動くからさ。あれ今回ハボックって書いてなかったけど、ハボックじゃないの。獣狩りの夜は続いている。ん、ここ来たっけ。あれ来てないっぽいな。血石のかけら、危ね、落ちちゃうところだった。ん？ネズミいるな。今回もネズミいんのかよ。ネズミにはあんまりデモンズソウルで新さん舐めさせられた記憶があるから、あんまり近づきたくないんですよね。あ、また、あー、ここの上か。単純に石ころ銃で撃たれちゃいそうだな、ここいると。え、ここしかない？入ってく？じゃあほい、来ちゃいましたけども。おっと、なんか違う武器持ってんな。ノコみたいな持ってますね。一応上には登れそうだね。大丈夫か。なんか仮想へ向かう道ですが、ほい、トン、あんまないか。上にはずっと登れるっぽいけど、さらに下にネズミがいるな。これ飛び降り攻撃みたいな、ないな今回。あった、やっちまった。でけえネズミ、やばい、あかん、ちょっと待って、登らせて、登らせて、いて、死ぬ、危ねえ、大丈夫か。うわっ、だあ、やっちまった、やっちまった、これはもうダメだ、いやネズ、わあ、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、目がでかくて怖え。
完全にやっちまった。落ちなくてよかったよ。もう頑張って上で耐えてればよかったのに、落ちちゃった。また。ひどい死に方だった。